お、で始まりました、マチューションです。さあ今回はですね、はい、横山においでいただきました。はい、平田瀬也、どうも、早稲田合格塾代表の平田です。よろしくお願いします。はい、早稲田のですね、これ過去問ちょっと分析していきたいんですけど、どうだったんでしょうか。早稲田賞2023年、どうですか平さん、この早稲田賞の2023、2022を見てみてですね、まず2023年が英語科69問中32問で 46%。 はい、これは悪くないです。まあもう3、4問欲しいかなぐらいで、あの23年の早稲省の英語は、まあ、ここ10年以内で一番難しかった年でもあるんで、もう平均がね、27点ダンボっていうクレイジーな年ではあったから、まあ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 って感じではあって、このくらい取れてたら、まあ一応差をつける側には回れてるけれども、まあそれでもまあもう3、4問ぐらい欲しいかなぐらいのところであるかな。取れて欲しいけどな、はい、そうなんだよね。森田先生はそう言ってるもんね。できる人にとっては難しくない。だからね、差がすごい。選択肢も少なかったし。うん、そうだと思うよ。だから多分読めはしたって感じでしょ。うん、はい、だからそれは思うんだけど、でも差がすごいつく年だと思う。そうだね。だからね、うん、だって成績開示で結構見たら、早稲校の人たち見たら、そんな悪くない。そうなんです。今日は、まあ、森田先生と多分チャンネルが合ってる人たちは結構取れてるんだと思うんだよね。うん、で、結構今ね、すごくこう横山くんいいこと言ってくれて、早稲校の英語ってね、読むってことで言うとね、さほどでもないんですよ、みんなって。やっぱ解くっていうところにおいて、二つまで絞れたりとかして、そっから当たらなかったりとかして、で悩むから、結構そこをどう突破するかっていうところが、まあ本当にこう、早稲校合格への、まあ最後にして最大の壁です。国語が28問中22で 78%、うん、これは素晴らしい、素晴らしい。早稲校のね、国語ってね、近年ね、ちょっと平均点が値上がりしててですね、うん、僕とか森田先生とかが受験生だった世代の、まあ、十数年前とかってまだね30点あるかないかぐらいだったんですよ、うん、国語って。何点満点なんですか。60点満点。それぐらいは知っとけ。だけど、近年ね、平均点がもう36点とか、こう、要はね、もう6割ぐらいになってるんですよ。うんうん、ってなってきたら、まあ、なんとか7割欲しいよねっていうのが、早稲校の、まあ、国語なんですけど、でね、まあ、ただ、大問が2個だった時なんかは、問題数とかもあって、1問あたりの配点が、まあ、ちょっとこう、大きめだったんですけど、大問が3つになってるじゃないですか、今、現行間ってね。若干問題数も増えたことによって、配点がばらけるようになってるから、まあ、多少落としてもみたいなところにはなってきてるんで、あの以前と比べると、だから、まあ、このぐらいの出来があると、まあ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 みたいなところではあるかなと思ってます。社会の方ですね、日本史でございますが、何問とか書いてないってこと、まあ、パーセンテージしかない、まあ、だいたい60問1問1点弱ぐらいですよ。だからまあ60問弱ぐらいなんで 56% とか、まあ、うん、まあ、だからまあ30問ちょっとぐらい取れてるみたいな感じなんじゃないかな。うん、俺はやっぱり一番の問題は日本史だと思ってて、もうあなた日本史得意じゃないですか。でも肝心の日本史が火を吹かないのはどうしたっていうところではあって、なんかそこはどう分析してるの自分では。でね、ここにね、パッて答えが出てこないのがね、やっぱ問題なんですよ。要するにこう自分の過去問をさ、どうしたら解けたかっていうところに、はい、こう、なんていうのかな、分析ができてないよね。はい、うん、で、理由ってそれぞれだと思うんですよ。これはまあ画面の向こうの皆さんもそうなんだけど、できない問題のできなかった理由って人それぞれなんですけど、そんな中でも、やっぱり一つ一つちゃんと向き合っていく中で、なんかこういう傾向が多い気がするぐらいは見えてきたりすることってまあまああるんですよね。だから、そういうところがなんかこう1個2個ぐらいパッとこう理屈が出てくるような、なんかこう過去問分析というかね、まあ、まだ時間あるからさ、できなかった問題一個一個見直してほしいなと思いますね。まあ、知識が若干甘いかなっていう、うん、知識か。じゃあで22か、次が、はい、2022年が59分の37英語、はい、62%、これはどうですか。これ科目で言うと何だろう、英語だよね。うん、いや、これは素晴らしい。言っておくと、横山くんがこのね、総計、まあ、4つ5つあるじゃないですか。ワンチャンね、あるとしたらというか、まあ一番可能性が高いと思ってるのは俺、早稲田だと思ってるんですよね。うん、結構その国語が割と、まあ、このぐらい取れてたらまあまあっていうところではあって、でかつ英語がやっぱあの平均点ってまあ40点前後なんですよ、80点満点で、うん、っていう中で、まあ、10% 以上ぐらいの点数を叩き出せてくるから、まあこれもあともうちょい若干火力が欲しいぐらいのところではあって、だからあなたの得意な科目である日本史がちゃんと火を吹きさえすれば、結構一番倒せる可能性はまあ小学部が大きいのかなと思ってて、早稲田世界史だったら百字論述とか出てくるから、まあちょっとやらないといけないことが増えてくるんだけど、まあそういうことはないので、たださっきちょっと用語が不安っていうのがあったじゃないですか。早稲田の日本史最後用語書かせまくるでしょ、経済史の部分、あそこがちょっとね、まあ用語に強い人じゃないとってとこはあるんで、まあその辺の課題はあるんですが、でもまだまだ
だ時間はあるから、そこの最後の部分全然できない年と、うん、ほとんど合ってる年があるんですよ、うん、多分そこはもう難易度の部分だと思うんだけど、でもね、正味あそこの記述って和世賞の作文者の先生たちの意図としてはそんなに難しくしようと思って作ってないです。なんでかっていうと、用語書かせる問題難くしちゃうと誰もできなくなっちゃうんですよ、うん、だからある程度用語のレベル感っていうのは抑えめにして、正語で難易度を調整しようっていうのが、あの作文者の先生たちの意図なのね。だから用語難しく感じるっていうのは、逆に言うとその部分はあなたの苦手ってことなんですよ。なるほど、明治以降は特段苦手ですね。うん、そうだよね。ただまあ時々ね、無茶なあの書かせる問題、先生たちのチャンネルがずれてる記述とかもあるんだけど、確かにこれないとは言わないです。だけどまあ基本的には、例えばまあ10個ぐらいあるじゃないですか、記述がね、の中のせいぜいイレギュラーなものが出るのは、まあ出て1個2個だと思ってていいと思います。英語のところで日本史の話と国語の話されてはいはい、あ、終わりやり国語が 63%、 2/24か、悪くないけど、だから良くもないんですよね。なるほど、うん、6割ぐらいっていうところでね、うん、まあ、平均は超えてるけれどもぐらいのとこだね。で、社会がこれ 62% って書いてあるのかな、はい、まあ、あとはもう本当答案見てみないと分かんないですよね。丸の数だけで今判断してるんですけど、やっぱりほら、例えばじゃあ基本的にまあ1問2点の問題が一番多いんですけど、はい、漢字の問題とかも1問2点なんですけど、書き出してきたんだけど、データね、これまあ22年と23年の僕の予想配点なんですよ、はい、バーって、まあ小学部の国語ですなんだけど、基本的にまあ1問2点と3点なんですよ、はい、で時々ほら全体にまたがる問題とかって4点とかになったりするのね、はい、っていうところもあって、どの問題を当てて外してるかっていうところはあるかなと思いますかね。どう、まあ、やっぱり一番みんながこう不安になるのは段落の中のさ、文政序、英語のさ、昔早稲田政経でさ、1個パラグラフ丸ごと文を並べ替えるやつあったでしょ、あれに近しいのが国語で出てるんですよ、はい、うん、まあ、で近しいのが全く一緒だね。あの問題と、あとほら一文挿入問題あるでしょ、あの、はい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 、色派に穂のどこに入りますかとさ、なんかこう米印と米印の間にどっか入るところがあるんですよみたいな問題、あのあたりがやっぱりみんな失点しやすいところではあるんで、文挿入は得意で、意外よね、並び替えが社学とかも含めて苦手です、うん、まあ、並び替え難しいんだよね。ここはね、ある程度俺は落としてもしょうがないとは思ってはいる、うん、文挿入問題ができてるのに平均点ぐらいのところから出してないっていうのは、やっぱり落としちゃいけないところで落としてる可能性はまだまだ高いですね、はい、うん、最後もう一個だけ和世賞の国語で、この画面の向こうの皆さんにも言っておきたいのは、和世賞ってっていうかね、早稲田全体にある程度言えることなんですけど、早稲田ってね、可愛いんですよ。どういうことですか？だっていうかね、これね、他の科目とかでもそうなんだけど、新しいチャレンジをしようと思って、やっぱいかんわこれって思ったら、すぐ方向をまた切り替えたり元に戻したりするんですよ。まあ、特に早稲田商学部ってその気があるんですけど、例えばだけど、じゃあ数年前にさ、4技能試験を導入したじゃないですか。はい、ありました、うん。だけど、これ意味ねえわって思ったら、もう4技能試験廃止になっちゃうんですよ、早稲田賞って。はいはい、うん。とか、国語で思い出してほしいんだけど、20年と21年の早稲賞の国語の問題見てみてほしいんですけど、キモいんですよ。あの20年は三段論法がとかいうね、めっちゃ気持ちの悪いね、なんかこう文章が出されるんですよね。図とかがいろいろ出てきたりとか。で21年はなんかもう共通テストみたいな文章構成の問題が出てきたりするんですけど、22年からまた元に戻るんですよね、うん、っていうこととか、本当にこの和世賞という学部はなんか厳禁なやっちゃなみたいな、もう可愛いんですよね。やめとこうって思ったらすぐやめちゃうというかね、方向転換しても、うん、そう、そういうところが結構僕好きな問題ではあるんですけどね。日本史、まあ日本史に関してやっぱ得意を生かしていくっていう戦略がなかなか火を吹いてないっていうのは今こう厳しいところではあるかなと判断してますね、うん、うちの生徒とかでもやっぱり受かる子たちって得意科目をちゃんと火力出すんですよね、うん、3科目ともそれなりにちゃんとできてないといけないんだけど、その中でも特にやっぱり得意科目がちゃんとこう火を吹いてこそっていうところの合格ではありますからね。次は教育です。教育2023、英語が34問中14 41%。 早稲田教育ってね、ちょっとこれまあ森田先生の過去のね、それこそ好評動画とかもよかったら見てみてほしいんですけど、過去問やりながら、うん、てか見た方がいいですからね、過去の好評動画、自分の答案を突きつけて、森田先生の好評とどれをできてないといけないのか、どれをできなくてもよかったのかって問題をはっきり認識していくことによって、あ、このぐらいは取れないといけないんだのチャンネルが、さっきの小学部の話じゃないけど森田先生とチャンネルが合ってくるから、残りまだ時間あるから、ね、1年でも2年でもいいから必ず好評動画と照らし合わせるように。でその公表動画を見てたら分かるんですけど、和世教のね、英語一応過去5年で言うと19年20年21年までと22年23年でもうね、世界がちょっと変わってるんですよ。だから森田先生がバカにしすぎたせいでそんなわけないそんなわけないんだけどデータ出てるからね。早稲田教育学部22年から難易度がグッて上がって、ちょっとやっぱりなかなか難しくなったよねと。
でもまあ7割あったら和説教まずまあ受かるからね。もうだって問題数減ってるから、そもそも大問数減ってるから、うん、教育は。そうだよね。あとだ 41% です。まあ間違えてる問題にもよるんですけどね。もちろんこれじゃ合格はできないですよね。うん、だからもう本当にこう森田先生の公表動画と照らし合わせて、とにかくあとどれを22と23でいいから、とりあえず最優先でやり直すのは、あのまた21年よりも前の難易度に戻ってきたら、それはもうめっけもんでいいじゃないですか。もう OK だと思って。だけど22、23の難易度で来る可能性が高いから、まずこの2つを最優先で、もう今日帰ったら見返して、明日以降何をできないといけないのかって、で森田先生ができてなきゃって言われた問題を最優先でちょっとこう解放プロセスを復習してください、はい、国語が、39分の22、 56%、はい、うん、これもまだ欲しいね。大問2が全然できませんでした。さっき小学部できてたじゃないですか、うん、小・教・社の国語は割と連動し合うと思っていいです。それぞれがそれぞれの練習になると思っていいから、まあ教育の復習すればするほど小学部や社学の国語もまた取れるようになると思っていいと思いますよ、うん、で、最後日本史でございますね。日本史が、43、これ43分の23で 53%、うん、まあここもやっぱね平均点ぐらいの点数にはなっちゃってるのかなっていう感じだね。我々が目指すのはなんだっけな、満点ではない、平均点だとかね言ってきたんだけど、そこのラインは超えてるんですよね。なるほど。だからね、あと最後のもう一個の壁がね今ね超えられてない状態なんだよね、うん、平均点よりどんぐらい上だと受かるんですか。平均点より、まあ学部にもよるんですけど1割から2割。なるほど、うん、1割でちょっと届かないかな今の早稲田だとね、もしかすると、まあ、2割あったらまず間違いなく受かるんですけど、なかなか一概には言えないですね。じゃあ人科いきます。23やったってことですね。英語が50分の28、 56%。 いやーどうして人科が解けない。人科が一番簡単だよ。大問2つ分が結構もう3割とかなの。人科の英語ってね、まあ、黄金公式がもう確立されてて、まあ、多少大問1の内容一致、ここを25問あるうちの、まあ、5罰に抑えられるだなと。で真ん中の前置詞はやっぱりどうしても苦手な人多いから、まあ、15個あるうちの8個取りたいよねと。最後の正誤問題は、まあ、結構むずいもんはむずいから、まあ、3罰で抑えて、でトータルで、まあ、35点を獲得できたらいいなみたいなのが割と理想的な公式として見てるんですよね。で考えた時にどう、失点具合、大問1は、まあ、5とか、まあ、もしくは6とかそのぐらいに抑えられたりしてます。後ろがほとんど多いんで多分前は大丈夫、うん、はい、なるほど ね。じゃあ知識かな、はい、うんうん、内容1がだいぶ簡単になったんだよ人科って。昔よりだいぶ簡単で、国語26分の13ですから 50% だね。うん、ここもまあやっぱもうちょっと火力が欲しいんですよね。ただ他の年見るとめっちゃいいんだよね、うん、ここ以外の年はね。まあほら問題数が少ないからパーセンテージで出しちゃうと足りないように見えちゃうかもわかんないんだけど、悪くないっす。あの人科の国語はむっちゃむずいから本当に本当ね。でもまあ古典で稼いで現代文でどれだけ耐えるかみたいな感じだと思いますね。多分そんな感じの答案になったでしょう。でしょ、うん、では続いて社会が42分の30で 71%。悪くはない、悪くはないが、もうちょっと火力が欲しいってのもあるけど、でもね、人科の日本史ね、解けないときはすごく、もう全然解けない問題も目立つから、まあ、ここはね、やっぱ捨てる問題と取れる問題のこう目利きは結構人科の場合は大事かなと思いますね。うん、他の学部以上に結構バカ問題ってあるときあるんで、うん、まあ、それこそ相沢先生の授業とか、俺はほら自分の塾で編集してるから、もうこれは何を意図して出してるんだろうかみたいなね、こと言ってたりもするんで、まあ、人科の日本史に関しては俺はちょっとこれまあどの問題を間違えてるかにもよると思うんだけど、捨てるべき問題をなんか見抜く目は持っててほしいかなと思いますね。これ取れたわみたいな問題を見抜くというかね、捨て問と取るべき問題を見抜く目が超えてると得点力がまだまだ上がっていくかなっていう印象かな。いやだから英語の実力がさあんのかないのか分かんないんだよこれ見てさ、データなんでここは取れてこれは取れないんだみたいになるから、だから軽症と人科が低いわけね。はい、レベルが全然違うわけ、あなたが受けてるここの他のやつと比べて、だそこで取れるようにならないと上はきつくねっていう、社学とかともう全然違うからレベルが、そこが心配なとこです。しかし本当に早慶しか受けません。本当に申し込んでません。おい森田先生動画出したけど後期とかどっか出してみたら。そのつもりはないの。つもりないっすね。ない。そうなんだ。本当に早慶しか受けないということで、どうなのかお楽しみに、ということでございました。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 あー怖え。